ピックやば。91。素数か。違うな、56。素数ではないな。えら、みんな強いな。みんな強いな。何が？どういうこと？どういうこと？何なん、そいつ。教えてよ、ルール。ミスモが、それね。それね。そっちまだいんのか。お嬢、92。わあ、マジでやるね、それは。92。1しか勝ってるじゃん。あんま攻めてないじゃん。ひよってるよ、それ、お嬢さん。ね、そのパンダ。かわいいんだけど。パンダかな？レッサーバンダプレさん、初見ゲーム。いいやん。なにその、めっちゃ便利。いいやん。ケラ、ええやつと、お嬢、私も可愛いスタンプ欲しい、マジっすか。エイヤ人。いや、人だよ。マジクソ犬。置いてて負けたんだけど。私の可愛いスタンプ欲しい。マジスカスタンプ可愛いじゃん。マジスカスタンプ。ねえな。いないね、意外と。キャラ。え、変。敵が全然いね。音は聞こえんだけどな。やるね。もう正面の打ち合いしたいんだけどな。てか、フリールックボタンがさ、お亡くなりになったんだけど。マウスのサイドボタンにさ、フリールックのボタン振ってんだけど、お亡くなりになったわ。ついに。マジか。あの人うまいね。M4 使ってる人。マウスのサイドボタンどんどん壊れてるわ。新しいの。何する？レプリカ、スプライ外本格的な対人シューティングやってこなかったから、アペックス正直人生でやったゲームの中で一番爽快感感じてる。マジで？そんな？でも面白い。アペックス本当に。やばい。敵だらけ。無理それは。めっちゃいいんじゃん。3人いたんだけど。レプリカ、あさるのも楽しい。いいや、やりましょう。バトル自体初めてなの、レプリカさん。もしかして。あさるの、面白いよね。何でそんなことめっちゃ痛いんだけど。よし。レプリカ、バトルはもう初めて、笑う。あ、そうなんだ。面白いね。あさってだけで面白いのは確かにわかるわ。よし、行くか。ランクマッチ行くわ。ちょっと調子いまいちだけど、今のマッチ。うん、あれがさ、無料でできるってんだからいいよな。エイペックスは。プレさん、やりましょうよ。物資をかき集めて敵にお届けするゲームです。それはある。それはある。エイペックスそんな感じあんまりしないんだよな。パブジはそれ多々あるけど。多々ある。ニスモラ、社会出し行ってきます。了解です。水間さん、お気をつけて、今から出かけるんですか？ 20 時ですよ。気をつけてくださいね。ちょっと暗いし。風強いでしょ、しかも。今日。雨降ってて。場所はどこかわかんないけど。気をつけてください。水間さん、お使いメモ持ちましたか？お使いメモ。お使いメモね。
偽物さんのことだから持ってるよ。ニスモラ、気分で買うもの決めます。マジで？マジ？コンビニでも言うんですか？それは。キャラ、パラダイスティお願いします。パラダイスティ、パラダイスティって何？パラダイスティって。アークロイヤルかなんかにそんな味なかったっけ？パラダイスティって。お嬢、私アイス。私アイス、アイスは、あ、なんだろう。範囲が広いな。キャラ、タバコです。だよね、パラダイスティーってあったよね。パークロイヤルかなんかに。違ったっけ？ウェイポイント確認してくれ、ウェイウェイ。レプリカ、タバコ茶？タバコ茶。そう、そういう味があるんだよ。パラダイスティーみたいな。キャラさん今パラダイスティー吸ってんの？コンビニに売ってないんじゃない？アークロイヤルなんて。プレさん初見ゲーマー、さっき練り買いに行ったのにマフィン買って帰ってきました。全然違うものになってる。全然違うものになってるじゃん。タバコの買い方教えてください。番号を言いましょう。欲しいものを見て、見つけたら、それの番号を言う。タバコの吸い方も教えてください。美味しそう。まあ、でも、どうだろうな。フィルターがクソ甘いんだよね。確か。タバコの吸い方も教えてください。そんなものは知らない方がいいですよ。そんなことは。あ、ワンパーティーいいんじゃん、これ。いるね。ドンキの外国の売ってるところじゃないと売ってないですね。それか専門店。最悪的かぶせてきてるわ。鬱陶しいな。ニスモラ、3番にします。出たぞ、これ敵。逃がさねえからな。プレさん初見ゲーマー、2本火をつけて鼻の穴に突っ込みます。当たんねえ。2本火をつけた。こんばんは。鼻の穴に突っ込みます。よし。レプリカ、わらわら。まさこさんこんばんは。いらっしゃいませ。やばすぎだろ今の。逃がたねえからな。マジすか。うれ、うれ、うれ、なに。いや、いった。食らってねえけど、いって。ちょ、逃げるわ、じゃあな。ふっ、そっちか、オッケー。当たんねえよ、そんなもん。危ねえ、マジで。ゲーム間違えたわ、今。エイペックかと思った。ニスモラ、パンチでヘッドショット。そう、パンチでヘッドショット。ハイググ。ハイググなんですよね。カー使うか。分からせてやるか。あ、弾がねえぞ。どうなってんの。あれ焦るよな。レプリカ、スプラトゥーン1はチャージャー強すぎるから、うまいチャージャーが超ポジずっといると常に圧力がかかって壁にずっと隠れながら戦わないといけ、長すぎる。何チャージャーって。チャージャーが分かんねえな。さっきね、あれやったかな。カー持ってたやつこっちで。レプリカ、スナイパーライフルのこと。お、チャージャーってんの。へぇ、初めて聞く言葉だった。キャラ、タックルしてビルを運んでいくゾンビですね。何それ。何それ。何それ。タックルして、何ビルを運んでいくゾンビ。お嬢、今日もいい声です。マジ？今日もいい声、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、その下のやつ欲しいな。ヘルメット。そしてね、こ、 壁一、こんばんは。あれ？キャラ、今日はいい声です。イシュカビーチさん、こんばんは、こんばんは。スプラハヘッドショット、いらっしゃいませ。コメントありがとうございます。パブジーしてます。今見ればわかると思うんですが、パブジーをしております。よかったら、ゆっくりしててください。ありがとうございます。プレさん初見ゲーマー。やかましいですが。味噌煮込み、初見です。だけから逃げたんじゃないそれ。レプリカ、今日だけはいい声ですね。今日はいい声です。今日だけはいい声ですね。それすごいな。レプリカさんすごいなんか悪口だね、それ。すごいね。7ミリもあった。これ5ミリだ。違うんですよね。
しかもスプラーヘッドショット判定なく胴体に当たっても一発死ぬ。待って、そんなに辛いなのゲーム。嘘だよ、プラットフォーム間違えたな。それ出す小さい子もやるんだろう、あれスプラットって言ったら。そんなんもう泣いちゃうよ。応急がねえな。3倍だね。攻めるね。ちょっと連れてほしかったな。今日がいい声を作り出していますね。今日がいい声使いじゃない。そうですね。素晴らしい一日だ。明日もいい声ですか。明日は分かりません。スプラトゥーンは普通に修羅の世界ですよ。そうなんですか。スプラトゥーンやったことあるんですか、プレさんも。修羅の世界なの、スプラトゥーン。みんな日本人ですよ。みんな日本人。今コメントしてくれた人はみんな日本人です。このキャナさん is Japanese. Do. お嬢、日本人かな。プレさん初見ゲーマー、2を200時間くらい遊びました。シカビッチさんは海外の方ですか？海外の方かな。あんまり英語喋れないんだけど、あまりってほとんど 1割も喋れないんだけど。サンランって誰ですか？サンランって。もうちょっとその R を伸ばしてほしかったな。マサクロ、僕はイケメンのイタリア人です。僕イケメンのイタリア人だわ。おお、マジか。締められたんだけど、締め出されたわ。2を200時間ぐらい遊びました。はあ、結構やってますね。そしたら200時間って言ったら結構やってるでしょ。スプラトーンはとは何ぞやぐらいは。じゃあ、ね、できるわ。そこ多分そこの集落暗黙一発押しダウン。やれ、やっちまえ。プレさん初見ゲーマー、金髪壁眼の17歳軸です。金髪壁眼17歳軸来た。うちの配信すげえな、わっけえな。17歳軸いるから、軸みそ煮込み。プレさん初見ゲーマー、はいはいとか言って。キル入ってねえぞ、ちょっと待って。インド出身です。起こされていいんじゃねえかよ。あ、インドの方。 I got it。起こされてんな、これ。うっとうしいな、それ。マジレスされても困る。マジレスされても困る。ハテナマークが浮かんでおりますが。インド出身のイケメンですね。殺してほしかったな。あ？どこそれ？ナイス。とりあえず、木炊くわ。お嬢、インドか。日本語すごいですね。確かに。日本語上手ですね。石川ビーチさん。石川ビーチさん、読み方合ってるかな。味噌煮込み、また国際色豊かに。また国際色豊かに。うちはね、ワールドワイドな配信となっております。よろしくお願いします。お嬢、私フランスがいいです。目の前いいんだよな、これ。レプリカ、キャラさんはロケリ人ですか？ロケリ人。味噌煮込み、三男さんはコートジボワール出身です。違います。私は、東京都出身です。東京都、三男。東京都から三男さん。やった、ナイス。ダウンだな、もう一人いるわ、これ。まだいるわ。まだいるら。味噌煮込み、嘘つけ神奈川だぞ。違います、出身は東京です。ナイス、やった。もしかしてやったんじゃね。ナイス、強っ。ナイス。東京なんです。嘘つけ神奈川だぞ。ちゃんと聞いてんだよな、この前の。そう、関東某所在住、出身は東京、3なんだ、よろしくな。ちゃんと聞かれてんだよな。応急ねえな。ていうかでさ、全然もう話して飛ぶんだけどさ、この左下の脇、何の毛でしたっけ、脇腹みたいなのめちゃくちゃ痛いんだよね、なんか今日。大丈夫かなこれ。何の毛でしたっけ。でね、関東、関東の毛。
斜めでねえから。キャラクターの脇腹違うんだね。うん。本人の脇腹ね。本人の脇腹なんか痛いんだよね。やばいよな、ちょっと。まさくろ、鎮痛剤飲みましょう。鎮痛剤飲みましょう。鎮痛剤あるし、4本あるし、飲んでた方がいいか。味噌煮込み、椅子の脇腹椅子の脇腹じゃないです。三男の脇腹が痛いです。髪の毛今、髪の毛ですね。髪の毛。髪三男。ダサすぎでしょ。本当にありがとう。うん、本当。石川ビーチさん、日本語うまいと思う。使い方うまいと思う。おい、なんだ、あの物資。物資あるなら言えよ。マジ、フリールック死んでんの、マジで終わってわ。韓国の系じゃなかったか。違いますね。なぜ韓国の系なのか。プレさん、初見ゲーマー。神、三男、神。やばすぎでしょ。上手です。クソダサいでしょ。およっ。これちょっと待って、パインなんじゃなくてハーチいいんじゃねえかな、ここ。うん、上手。一週間で一、東京に行ってきました。とても楽しかった。お、マジっすか？東京来たんすか？楽しかった。よかったよかった、それは。東京のどこ行ったんだろう。東京って言ってもさ、やっぱいろいろあるから。そう、十字架三男やめてもらっていいっすか？十字架三男、クソダサいんだよ。行こうよ、もうそこまで来たら行った方がいい。いやー、さっきのダウンで止まったのいけえな。三男、三男 N 多いな。三男いいな。サンヘル、サンバック、お嬢極戦思い出します。三男、三にゃん、えい。